それじゃあ。強いものは一人でいい。それが正しい答え。そしてその答えを決する場が。いい気迫です。これは白熱の試合が期待できる。ここで決勝の準備完了。いよいよですね。忍界全土の視線を一斉に浴びる中、忍界舞踏祭決勝が幕を。さあ運命の勘。5、4、3、2、1、忍界舞踏祭決勝開始。戦闘開始。さあ始まりました。忍界舞踏祭決勝。この一戦に勝利した者が最強の称号を手に入れることができます。厳しい展開になってきました。ここから巻き返すことはできるのでしょうか。不可能ではないはずです。策があればの話ですが。お、ここで猛攻を仕掛けてきました。素晴らしい攻撃です。このまま優勝を決めてしまうのでしょうか。決勝にふさわしい戦いが続いていますね。しかしまだ余力があるようにも見えます。いよいよ決勝も終盤。最後の踏ん張りを見せてほしいものですね。勝負あり。勝者決定。割れんばかりの歓声がここ決勝舞台に響き渡る。歴史に残る素晴らしい戦いでした。俺ならば最強を名乗ってもおかしくはない。本当におめでとうございます。そしてここ次の中から欲しいもの。わかりました。皆様熱い戦いが繰り広げられた忍界舞踏。予選、本戦、そして決勝戦と長きにわたる戦いの中、これまで解説を行ってくださった四角さん、本大会そうですね、優勝者は他を寄せつけず圧倒的な力の。正直
このレベルのものはそう出てこないと思います。なるほど、どうもありがとう。この忍海舞踏祭は最強を決めるため、そのために各里が協力し、ここまで大きなイベントとなりました。この大会を通し忍海全土が一つになれること、今後こうした大会が2回目3回目と続き、各国に、はい、協力、策謀、激闘、そして勝利、戦いの醍醐味を詰め合わせたこの大会、いかがだったでしょうか。忍海最強は決まりましたが、これは始まりに過ぎません。きっと再びどこかの地で新たな舞踏祭が行われ、またそこで今までにない歴史が生まれることでしょう。その時にまたこうしてお会いできれば光栄です。そうですね、四角さん、本日まで解説ありがとうございました。ありがとうございました。ここまでの解説は奈良、そして実況は私静音とまぶいでお伝えしました。ありがとうございました。忍海舞踏祭これにて終幕です。これまでお付き合いいただき本当にお疲れ様でした。それでは皆様、また会う日まで、さようなら。忍海舞踏祭終幕。忍びを、侍を、時すらも超えた戦いを、何者にも屈せず勝ち抜いた武勇は、これより先も伝説として歌われるであろう。人よ、その名を高らかに称えよ。忍海唯一の者、誉れ高き最強の名を。決めるぜ。